今日は肉巻きオクラを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、肉巻きオクラを作っていきたいと思います。味付けは甘辛味にしていくんですが、今回はですね、オクラと一緒に大葉も巻いて仕上げていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。豚バラの薄切り肉、オクラ、大葉、お醤油、みりん、お酒、お砂糖、おろしにんにく、おろし生姜、白ごま、塩コショウ、片栗粉、そして焼くときにサラダ油を使っていきます。まず豚肉なんですが、今回は豚バラのね、薄切り肉を使います。こちらね、豚バラじゃなくてもロースとかのね、薄切り肉を使っていただいても OK です。そして今回肉巻きオクラなんですが、間にね、大葉も挟んで作っていきたいと思います。味付けはね、今回甘辛味にプラスね、おろし生姜とおろしにんにくで風味をつけていきたいと思います。もしね、にんにくを控えたい場合はこちらは抜いていただいても OK です。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずですね、オクラの下処理から行っていきます。こちらよく見ていただくと、オクラにはね、小さい産毛がたくさん生えてます。こちらをね、板ずりで取り除いていきたいと思います。オクラがね、入ってたこういうね、網ネットを使って、ここに塩をまぶして、このようにこすって産毛を取っていただいても OK です。やりやすい方法でやってみてください。今回はね、まな板を使って板ずりしていきます。まずここに塩をね、適当に振りかけます。こちら分量外です。そして手のひらを置いて上下にコロコロ転がしてください。あまり力強くやりすぎるとね、オクラの表面がね、べちゃっとなったりするので、優しく転がしましょう。だいたい30秒ほどやっていただければ OK です。はい、こんな感じです。ではこちらも同じように行っていきます。塩を振りかけて、そして板ずりします。先ほどお伝えしたネットでのやり方なんですが、こちらね、ネットに入れたままこんな感じでね、やっていただいても OK です。やりやすい方法でね、やってみてください。そしたら一度こちらはね、水洗いします。はい、で水洗いしたらペーパーで水分を拭き取りましょう。はい、OK です。そしたらですね、続いてこのオクラのヘタの部分ですね、ここの先端は乾ききってるので、こちらをまず切り落とします。あとは少し黒くなってるの分かりますかね。ここから上はね、筋筋しくて口に残るので、こちらを取り除いていきます。手を怪我しないようにね、このように皮を剥くイメージで取り除いてください。こんな感じ、このように切ります。それではね、残りも同じように切っていきます。はい、オクラはこのように下処理しておいてください。それでは続いて大葉ですね。大葉はこのね、茎の根元を揃えて、そして切り落とします。そしてあとは中心を揃えて半分に切ります。大葉はこのように切っておいてください。それでは続いてお肉ですね。豚バラの薄切り肉はね、このように結構長いので、今回は半分に切って使っていきます。このように切ってください。それではね、巻いていきます。まずお肉を用意して、ここに塩コショウをまぶします。続いて片栗粉ですね。こしていただくとね、オクラとの密着が良くなります。そしたらね、お肉のところに、まずオクラのね、このヘタの部分を置きます。こんな感じです。続いてこちらに大葉です。オクラの後ろに大葉を置いて、そしてくるくる巻いていきましょう。しっかりね、きつめに巻くようにしてください。はい、OK です。このようにくるくる巻いてください。巻き終わりがわかるように、巻き終わりは下にして置いておきましょう。それではね、残りも同じように巻いていきます。はい、全部巻き終わりました。そしたらまた表面にね、片栗粉を薄くまぶしてください。そうすることでね、タレが絡みやすくなります。はい、OK です。では続いて焼く前にですね、タレを合わせていきます。まずお醤油、みりん、お酒、そしてお砂糖、あとはおろし生姜とおろしにんにく、こちらをよく合わせましょう。砂糖のね、シャリッという感じがなくなるまでしっかり混ぜてください。
タレの準備はこれで OK です。それではね、焼いていきます。まずフライパンに薄くサラダ油を塗ってください。ペーパーなどを使って広げましょう。そしたら火にかけます。火加減は中火です。このままだいたいね30秒ぐらい一度温めてください。はい、30秒ほど温めたらお肉のね巻き終わりを下にして焼いていきます。お肉を入れたら火加減弱めの中火ぐらいにします。そしてまず全体に焼き色をつけていきましょう。はい、今ねちょうど1分半ぐらい焼きました。それで焼き色がついたところから転がします。その時ね油跳ねに注意してください。はい、でまたね同じように焼き色をつけていきます。また焼き色がついたら焼き色がついてない面を下にしてください。あとはね全体に焼き色がつくように焼きましょう。最初にねしっかり焼き色をつけることで肉とオクラが剥がれてしまうのを防ぐことができます。これでだいたいね8割から9割ぐらいですね、火が通ってれば OK です。そしたら火加減弱火にします。そしてこちら分量外です。お水を大さじ1杯ぐらい入れてください。そして蓋をして蒸し焼きにします。蒸し焼きにしてねオクラまでしっかり火を通しましょう。はい、で1分ほど経ったら蓋を開けます。オクラのね緑色が鮮やかになってれば OK です。そしたら作っておいたタレを回しかけてください。火加減中火です。あとはねこちらのタレを煮絡めていきます。この時あんまり転がしすぎるとお肉が剥がれやすくなるのであまり転がしすぎないように注意してください。時折ねお箸でくるっと転がしましょう。あとはねこうやって揺すっていただくとねいいかなと思います。はい、 OK です。だいたい2分ぐらいですね、しっかり煮絡めてタレにとろみがつけば OK です。このようにねとても美味しそうに仕上がりました。あとは盛り付けて白ごまを振りかけたいと思います。はい、これで肉巻きオクラの完成です。こんな感じに仕上がりました。半分に切るとねこのような仕上がりになってます。オクラがね星型になってとても可愛い仕上がりになってます。お弁当のおかずにもねぴったりだと思います。そして最後はお好みで白ごまをかけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。大葉の香りが効いててすごく美味しいです。そしてこのオクラの食感とあとはお肉のジューシーさが最高に合いますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の肉巻きオクラのポイントです。まずお肉なんですが、今回は豚バラの薄切り肉を使ってます。こちらはお好みの薄切り肉を使ってください。厚切りのお肉だとね火が通りにくくなりますので必ず薄切り肉を使うようにしてください。そしてオクラの下処理についてですが、まずはじめにですねオクラは表面にね細かい産毛がたくさんついてます。なのでこちらはですね板ずりをして取り除くようにしてください。そしてこの産毛の取り方なんですが、まな板を使って板ずりする方法やあとはねもともとオクラが入ってたネットを使ってやる方法などねいろいろあると思いますので、こちらもやりやすい方法でやっていただいて OK です。そしてその後ですねオクラのちょっと黒っぽくなってる部分があると思うんですが、そこから上の部分は皮を剥くイメージで取り除いてください。この部分はですね筋々しい部分になりますので食べた時に口に残りやすくなります。なのでこちらは取り除いてみてください。そして巻く時のポイントです。まず巻く時はですねお肉の内側に薄く片栗粉をまぶしてください。そうすることでお肉が剥がれにくくなります。そしてまずですねオクラのヘタの部分をお肉の上に置いて、そしてオクラの後ろに大葉を置いてきつめにくるくる巻いてください。ここでね巻きが緩いとお肉がね取りやすくなりますので、しっかりきつめに巻くようにしてください。そして巻き終わった後もですね表面に薄く片栗粉をまぶしてください。そうすることでタレが絡みやすくなります。そして焼く時のポイントです。焼く時は必ず巻き終わりを下にしてそこから焼くようにしてください。そうすることでねお肉が剥がれにくくなります。あとはですね全体に焼き色をつけて1分ほどですね軽く蒸し焼きしてオクラまで火を通してください。その後はですね
合わせておいたタレを加えて、そしてタレにとろみがつくまで煮絡めてください。あとはね、お好みでごまなどを振って召し上がっていただけたらと思います。今回ニンニクと生姜を入れてるんですが、もしニンニクを避けたい場合はこちらは抜いて作っていただいて OK です。お弁当などに使うときは半分に切って入れていただくといいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は肉巻きオクラを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Insta、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。